ルイアルベルト・ファリアダ・コスタは、ポルトガル、ポーボア・デ・バルジン出身の自転車競技選手。2007年、プロ転校。2009年、ケス・デ・パーニュニー席。2010年、10月18日、当人の実定である、マリオ・コスタと共に、メチル・ヘキサナミンの陽性反応が確認されたため、出場停止。2011年、4月7日、チームモビスターと契約を結んだ。 ツールド・フランス第8ステージにて、それまでのキャリア最大の勝利を挙げる。続いて、グランプリシクリスト・ド・モンデアールにて優勝し、ワンデーレースでの強さも見せた。2012年、ツールド・スイス第2ステージの超級山岳を制し、総合ジャージを最終ステージまで守りきり、総合優勝を獲得した。2013年、ツールド・スイスで2年連続の総合優勝を挙げ、続く、 世界選手権では、ホワキン・ロドリゲスとの一気打ちを制し、世界王者に輝いた。2014年、ランプレ・メディダニー席、ツールド・スイスで3度目の総合優勝を挙げ、史上初の大会3連覇を成し遂げた。2017年、チームの所属がアラブ首長国連邦に代わってからの地元、レースアブダビツアーにて、山岳コースである、第3ステージを制し、総合優勝を果たした。 ありがとうございます。